こんばんは。今回はレポートが来たんで見ていこうかなと思うんですけど、個人的には1ヶ月前ぐらいに下方が決定した後継民営の進捗が気になるんですけど、あちらどうなったのかがちょっとね知りたいんですが、まずシングルスだと下方はいませんでした。ただソフィーがダブルスの方で引っかかりましたと。結構あっさり下方するんですね。はい、また下方が決まったということで、またじゃあ下方の補填が来るってこと？なんか最近めちゃくちゃ補填もらってるような気がしますね。はい、ということで、ミュウエとワキカスミについては12月13日。また来週、1週間増えましたね。めちゃくちゃ、まあ時間が経ったわけですが、まあとりあえず実装は確定したということで、はい、まあそんな感じらしいです。はい、ということで、先月と見比べながら見ていくんですけども、まずグラスですね。まあなんか顔ぶりが変わってないな。赤髪、カスミ、リル、ルカ、アイリス。そこまではほぼほぼ一緒って感じで。まあ、使用率、勝率とかもそんなに大きな変化はないのかな。まあ、赤髪の使用率が結構ガッツリ伸びてるにもかかわらず、勝率が変わってないので、まあ、相当勝ってるんだろうなーっていうことぐらいですか。まあ、青と赤もそんなに差があったわけでもないので、まあっていう感じで、下もそんなに変わってないのかな。黒化がちょっと落ちて、まあプレミオが上がってきたぐらいですか。と言ってもそんなにってのもね、ソフィーも、ああ、でも強いな。勝率 55.7%。そんなに勝ってるんですね。まあ限定キャラってこともあるので使用率はそんな伸びないんですけども。それにしても強いな。55.7。まあ一部の、まあ限定キャラ取るような人だから、まあ勝ってるってのもあるかもしれないんですけど、すごいな。55.7% か。結構勝ってるんですね。はい。で、次にハードコート見ていくんですけども、相変わらずエクセが1位なんだ。そんなに今の環境使えるかな、マーメイドエクセって。なんかルナとかさ、そういう血縛りキャラが増えてきたから、なんか使いにくいような気はするんですが、まあ、やっぱ所持者が多い関係上使う人も多いって感じですかね。で、ルナですが、ルナ、結構いい数字してますね。使用率も高い、勝率も結構、まあそこそこありますし、まあもうちょっと勝ってたら、下手したら下方されてたぐらいは結構勝ってると。まあでもルナはじゃんけんがはっきりしてるんでね。まあ普通のキャラには強いんだけど、ただ、結構苦手キャラとかもちょこちょこいるので、まあ、ここが頂点かな。多分これ以上上がることはないんじゃないかなと思います。で、次にまあ緑とか見ていきますが、まあ落ちて、ガルガとかもまあ落ちて、まあルナの影響がまあ出てるのかなと思います。まあミュウエとかもまあ落ちましたし、まあ、その代わりに、まあ、セレナとかが、いや、上がってないな。セレナ前回大会強かったんだけどな。上がってきてない。キアラとかがちょっと上がったぐらいか。ピークとかは、前回よりはちょっと増えてますね。ただ、そんな劇的には増えてないが、初期春が勝率 56%。まあ、これはルナの横に置いてる人が多かったから、まあ、ついでに上がったって感じなんでしょうけども、まあ、便利枠ではありますよね、という感じで、今回いなくなったキャラは、マナかなっていう感じで、あ、そういえばグラスとか見てなかったですね。グラスいなくなったキャラは、なんだろうな。フローリアいる、ルカいる、あ、アクセラかな？アクセラが今回いなくなりましたと。はい、次はクレイコート見ていくんですが、1位が早速ネロになりましたと。シール 34.6 で勝率 50%。まあ、そこそこって感じ。まあ、ネロは強いけど、まあ、前にガンガン出なきゃいけないってのがあるので、まあ、多少 PS がいるってことで、まあ、人を選ぶんですかね。まあ、後ろで持ってても全然強いですけどね。で、ティナですが、ティナは前から勝率は高いけども、勝率がまあ、落ち着きましたって感じで、落ち着いたしてもなぁ、強いんだけど、まあでも今回カルマで落ち着くと思うんで、まあこっからはいいのかな。で、赤ですが、赤は下がって、かな、さらに。まあ、ネロと赤ってどうなんだろう。このタイミングやったことないんで、なんか知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、まあ、下もまあ、順当に落ちたかなっていう感じで、バイスとかどう？バイスは、下がったんだ。他も、まあ、ネロの影響で順当に落ちてるのかなって感じで、今回いなくなったキャラがラインズマンサクラですかね、という感じで、まあ、全体的にクレイは下がったっぽいですね。で、次にダブルス見ていきますが、そんなに強いんだ。ただ、勝率 56% ちょうどなんですね。ちょうどで特に検討とかもなしで、いきなりストレートで下方されたわけですが、
ああ、そんなに強いところですね。まあ、リルデッドも 60% あるんで、多分このソフィー・リルデッドがめちゃくちゃ強いってことなのかな。でしたが、霞とかもだいぶ落ち着いたんですね。すごいね。もともと勝率高かったキャラが一気に落ちたりとかして、環境の変化を感じますが。なるほどね。まあ、こんな感じで。まあ、今回は勝率 0. いくつとかはない感じなのかな？ハードとか見ていきますが、まあ、相変わらずガルガがいて、で、ピークが上がってきたのかな？ミュウエが落ちたのは何なんだろうか？ガルガがそれだけ、まあ、環境を支配してるのかな？どうなんだろうな。でも勝率高いな、63% ってのが、すごいな。なんか、前回58なんだけど、さらに上がってますね。で、ルナが来てもそんなに環境の変化はなく、ミサカクロコとかも強く、まあ、そんな大きな変化はないのかな？ガルガが強そうな感じがします。で、次にクレイですが、クレイは、バイスが落ちて、その代わりになんかアルベドとかが上がってきたのか。バイス、なんで落ちたんだろう。アルベドが増えた影響なんですかね。へー。シエラアルベドってなんか結構特殊な感じがしますが、ほ、そんなのいるんだって。勝率 68% って、それが上位に来てるって結構すごい環境だな。で、エレノハも勝率 67.8%。ダブルスラとエレノアが息を吹き返したって感じなんですかね。対決レガも 58%。マティーナも 55.5%。結構なんか勝率のインフレを感じるな。で、クレイで初めて勝率が使用率が 0. いくつが出てきましたって感じで。まあ、ちょくちょく環境の変化はあった感じなんですかね。はい、ということで見てきましたが、まあ、レポートとか、あと加工についての感想とかいただけたらなと思うんですけども、今回さ、ソフィーが加工されたわけですよ。もう加工されたっていうか、もうこれから加工されるわけなんですけども、まあ、あくまでダブルスの加工なので、シングルスには影響しないわけです。なので、シングルスでソフィー使ってた方は、まあ、ウハウハっていう、その、チケットもらうだけっていう感じになるんですけども、それプラス、ソフィーって限定キャラなので、ガチャには入ってないんですよ。なので、ガチャ引く必要がない下方補填の、なんだ、入手の仕方みたいな感じにはなるんですけど、今取れば、まあ、ソフィーっていう限定キャラが手に入りつつ、下方補填ももらえるので、まあ、お得かもしれません。ただ、どうなんだろう、今交換しても間に合うのかな？それとももう遅いのかわかんないんですけど、もし間に合うんだとしたら、今、ソフィーをゲットして下方補填、まあ、10枚か、あとは保証額定価選べると思うんですけど、それがもらえるっていう一応裏技もあったりはするんですが、そこら辺どうなんですかね。そのもし経験があったら教えてほしいです。その加工が決まってからゲットしても加工補填がもらえるのかってのがちょっと気になるんで教えていただけたらなと思うんですけど、もし間に合うんだとしたら今ゲットすればガチャチケが手に入りますっていう話ですね。はい、ということで、まあ、こんな感じで、まあ、そのシングルスだと、まあ、限定キャラってこともあってそんなに伸びてないんですけど、ダブルスだと高いんですねっていうことを考えると、やっぱりコートの偏りってすごいんだなと思って、やっぱ自分の得意なコートに行くってことはさ、それだけ使用率が上がっていくんですよね。やっぱソフィー持ってる人がそれだけダブルスに行くわけなので、まあ、そう考えるとシングルスとダブルスの使用率の差って結構でかいんだなと思いました。まあ、そもそも合計のね、使用率の差とかもあるので、そこも差もあるんですけども、やっぱ限定キャラだろうが強ければダブルスの場合は使用率が伸びるんだなっていう感じですね。はい、という感じで、こんな感じでした。はい、じゃあ最後についでなんで、まあお忘れなくを喋っていくと、お知らせで言うと、この解析カルマの、まあ、PV 見ましょうキャンペーンと、あとはこのカルマの、まあ、ツイートしようキャンペーンと、あとは、ま、パックが売られてて、あとはルナのガチャが今回で、次と入れ替えなので、まあ、そこら辺とか、あとは、ま、凱旋の毎日無料と、あとは、ま、ゴウィンとか復刻とか、まあ、そこら辺ですかね。で、イベントに関しては、プレゼントマッチも終わんないし、これは大丈夫か。で、交換所に関しては、まあ、これも期限はそんなに近くないですが、まあ、忘れないうちにって感じかな。テニスオールとかはあと4日で、まあ、そんなに今すぐってのはないかもしれませんっていう感じですかね。ミッション関連とかは、期間限定、まあ、そんなにすぐにとかはないかなっていう感じですね。はい。じゃあ最後にガチャ引いて終わりますか。この中、ストロークで未所持ってあんまり思いつかないんですけど、まあ、スタールーンでも出ればありがたいので、何かしら欲しいんですが、金か昇格なければ、もう普通に星3ということで、はい、まあ、じゃあこんな感じで終わろうかなと思います。ストロークまで、ありがとうございました。お疲れ様です。